激戦を前にしてスタジアムは大いに盛り上がっています。今日も熱狂的なサポーターが大勢詰めかけ、思い思いに応援も始めました。これから行われる熱戦の中で両チームの選手たちはどんなプレーでこの応援に応えてくれるんでしょうか。注目の一戦も EA TV がお送りします。生中継でご覧ください。どちらが勝利をつかみ取るのか、 EA TV でご覧ください。さあキックオフです。ホームチームのラインナップです。アウェーチームのラインナップです。マークを振り切ります。そう簡単にはボールを渡しません。いいボールが出ました。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。回しでしたね。相手を釣り出してスペースを作りチャンスを乱しています。これは相手もたまらないでしょう。中村、ゴール前に入ってきました。上田綺世、シュートのコースを読んでいましたね。これもナイスブロック。石川、これはナイスインターセプト、うまく読んでいました。
ホームチームが相手のリードを許したままハーフタイムを迎えそうです。まあまだ巻き返せる点差なので焦る必要はありません。とにかく後半はもっとチャンスを作らせるように頑張ってほしいですね。ホイッスル、ディネーズボールです。前半終了、ハーフタイムです。ここでスタジオから情報が入ってきました。サンシーロで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がミランに生まれています。現在スコアは2対0、時間は48分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。
映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてこのフィニッシュ、最後はキーパーとの1対1でしたがうまくかわしましたね。シュートも申し分ありません。ツイグラ、石川、勝ち点は得られません。ホームチームの敗戦です。これは悔しい敗戦ですね。ギリギリまで食い、
Ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Liberiamo il mister. È tutto. Grazie per essere intervenuti oggi. Direi di cominciare con un primo giro di domande. La conferenza stampa è...
今日もスタジアムには熱狂的なサポーターたちが集結しました。自分たちのチームが勝利することを信じ、大きな声援を送っています。選手たちはその声援を背にしながらピッチに立ち、プレーで観客を魅了しつつ勝利を手にすることを目指すでしょう。果たしてどちらが勝つのか、熱戦の模様を EATV でご覧ください。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのフィニッシュ、キーパーとの1対1をかわして打ち抜いてきましたね。最後は強烈なシュートでした。高い位置でカットしました。このシュートは大きく
イッスルで前半終了、ハーフタイムです。この選手、今日は調子が上がらない印象です。後半が始まります。このスルーパスは通りそうです。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。シュートだ。キーパーがゴールを守ります。これはファインセーブ。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。ジャック・ハリソン、危ない場面もクリアで防いでいます。このシュートはうまくブロックしました。入れば同点となります。ここはキーパーが弾き出します。ジャック・ハリソン、カイオ・ジョルジ、同点になるか。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。試合終了まであと20分あります。
いい寄せです。カウンターのチャンスが巡ってきた。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。この応援がそれを表していますよね。頭部はついていません。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのシュートでした。威力も抜群ですね。さあボールを取り返した。フランシスコ・コンセイソ、中村圭人、ボールがこぼれました。サポートを使うか。終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここは決勝ゴールに結びつけたい。入るか。これは大きく外しました。簡単なシュートに見えましたがどうしたんでしょうか。正確に蹴れば入るタイミングだったと思いますが、意識しすぎたのかもしれません。アディショナルタイムとして2分追加されました。ドリブルでボールを前へ。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。試合終了のホイッスルです。パルマはこの一戦もドローで終えました。リードを最後まで保てませんでしたね。この結果は勝ち点2を失ったと考えるべきでしょう。シーズンを戦う上でこういう失敗を繰り返さないようにしたいですね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。今日の引き分けの立役者で、anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande。Grazie ancora per il suo tempo.